第14師団は、第日本帝国陸軍の師団の一つで、師団司令部は、宇都宮に置かれた。日露戦争で日本は、従来の師団すべてを動員したため、本土中理師団がなくなる事態となった。そこで、第14師団を含む4個師団が創設された。二港事件で、第14師団不評。 第2連隊第3大隊が玉砕した日本軍兵衛と島田商会太平洋戦争が始まると1943年に大本営が策定した絶対国防圏の防衛のため満州中東師団が南方へ転用されることとなり師団はパラオ諸島へ向かった転用の際に大規模な改編が行われており公兵連隊創作連隊公兵連隊 市長兵連隊が解体された代わりに、各不評連隊が増強され、師団戦車隊や師団海上輸送隊が編合わされた、海洋師団と呼ばれる編成になっている。ただし、配備予定の機関砲中隊などは輸送途上で、失われ、独立公兵第22連隊を改編した師団海上輸送隊も合流できないまま西部ニューギニアで活動した。師団は主力を、 パラオ本島に、不評、第2連隊を、ペリリュー島に、不評第59連隊第1大隊を、アンガール島に配備した。ペリリュー島、アンガール島の部隊は上陸したアメリカ軍と、交戦して全滅し、ペリリュー島への逆上陸を強行した、不評第15連隊、第2大隊も壊滅、パラオ本島に残る、死弾主力も地上戦はなかったものの空襲時がで、 多くの損害を出しながら終戦を迎えた第14師団編号。ありがとうございます。